皆さんこんこにちは ST マイクククロロエレクトロニクスの吉尾です本セミナーではファンモーターや生活家電サーボモーターインバーターなどに使用され3層ドライブ製品の設計簡略化や消費電力削減に貢献するインテリジェントパワーモジュールより高電力の産業ドライブなどに最適で従来の IGBT と比べて 高性能なシリコンカーバイドモセットを使用したパワーモジュールの最新製品について解説します。まず ST について全体的な紹介をさせていただきます。ST マイクロエレクトロニクスはマイコンからパワー半導体、パワーモジュールまで様々な製品を展開させていただいているグローバルの半導体企業になります。グループ従業員数は5万名以上。 研究開発スタッフとしては9000名以上。また、2022年の売上高は161億ドル。これは日本円で約2兆円程度の売上規模になります。また、世界各国に80のセールスオフィス、また20万社以上の顧客をサポートさせていただいております。工場としては、マイ工程、アト工程、またシリコンカーバイドのサブストレート工場を含めまして14工場ございます。 次に、この ST マイクロエレクトロニクスの全体のロケーションについて説明させていただきます。これが ST の開発拠点及びセールスオフィス、前工程や後工程の地図になります。ST はヨーロッパの会社ですので、主要な研究開発設備、主要なセールスオフィスはヨーロッパに多く位置しております。 ですがあの世界的な半導体企業ですので、えー、主要セールスオフィスとしては日本にも3拠点中国あ韓国またあのアジアオセアニアインドといったとアメリカといったところにも主要のセールスオフィスをあの展開させていただいております工程。半導体工場の前工程及び後工程に関しては主にヨーロッパ大陸 また、あと工程に関しては中国をメインの拠点とさせていただいております。で、世界的な半導体企業である ST の長期的なサポートに基づく ST の戦略ですけれども、まず大きく3つ注力分野がございます。1つがスマートモビリティ、パワーエネルギー、IoT& コネ,クティコネクティビティです。これはやはり、あの、まずはその、電動、自動,自動車の電動化、 またその電動化した自動車がネットワークにつながってより安全で環境に優しくといったあの世界的なソリューションを提供していこうというまずはスマートモビリティの戦略になります次にパワーエネルギーこれは電力効率の向上あの再生可能エネルギーの活用をサポートしていこうという戦略になります最後に IoT& コネクティビティこれはスマートの IoT 機器の普及に貢献しようと 言ったあの戦略、この大きな三つの柱を持っています。このうちに今日紹介させていただくのはパワーエネルギーがメインのあの戦略の柱ということになります。まずスマートモビリティについて少し紹介させていただきます。より安全で環境に優しく、コネクティッドな自動車の実現に貢献する革新的ソリューションといった位置づけで、まずはより安全な道路アンドより快適で便利な自動車。これは 一つにはの例としては交通事故により多くの犠牲者と5,000億ドルこれはあのまあ莫大なコストが毎年発生していると言っているところでこれはより安全な道路より快適なあ便利な自動車といったところに貢献したいというふうに考えておりますそしてまたあの今ではまだまだその普及価格帯にあるとは言えない電気自動車これをより低価格で魅力的な製品にしていくと 言っている目標を持っています。で、EV の販売台数ですけども、これは日本ではそこまでの台数は、あのえー、販売台数としてはカウントされておりませんが、全世界では2025年には約3000万台になると予測されています。で、2021年の実績としてすでに1000万台の車が全世界で販売されております。ところで一方で、 まだ、まだまだ大多数の、その2021年、2025年に生産された自動車の、えっと、80%以上が、やはりあの、えぇ、従来のエンジンを、あの、搭載しております。この分野でも、より環境に優しいエンジンといったものの需要が、あの、ございます。それについても貢献をさせていただきたいというふうに考えております。で、次に今回のメインであります、パワーエネルギーの、あの、ソリューションの、あの、 柱になります。ここはまずやはり電力効率の向上です。で、これは、そして次には再生可能エネルギーの活用をサポートしていくと。そのテクノロジーのソリューションの戦略の柱となります。で、で今後ですね、えっと、まず第一の前提として、全世界における電力需要は増加します。これは2020年から2030年で30%以上の電力需要が増えると見込まれています。 これは現在その世界中で使われているエネルギーが1.3倍になるということなので、これは効率を向上させないと、やはりその効率、パワーによる効率悪化、パワーによるロスといっても必ず熱になりますので、効率を向上させるっていうのはまずは市場命題といった位置づけになります。次に炭素排出量の削減による地球温暖化対策。これはまあ、 あの昨今のニュースでもよく言われてますけども地球温暖化による対策としては約1.5度以内に抑えるためには今後その30%以上増加する電力需要を背景に持ちながらも CO2 の排出量は45%削減しなきゃいけないと同じ時期にですねこういう同時にまあ一見相反するような目的を達成するためのソリューションテクノロジーを提供させていただきたいと思っています。 そのための一つの鍵となるものは再生可能エネルギーです。これは現在のやはりあの石炭、石油といった化石燃料に変わるものとして、で、この再生可能資源による電力供給の割合がその2020年から2030年には今までの約1割といったところから2割といったものに増えると予測されています。これを やはり一つの,あの地球温暖化に対するソリューションの一つとして ST としてもそれをバックアップしていきたいというふうに考えております。で実際にではこれをどのようなあの半導体として、えー、提供させていただくのかといったことについて次に紹介させていただきます。でまずは、ね、IGBT です。この IGBT というものはその昔からあのモータードライブまたはその大電力用の用途として非常に 使われていた技術で主にやはり大電力大電圧用途で使われてきた技術になりますでここに ST の IGBT のラインナップを紹介させていただいています主にやはり 600V の H シリーズ 600V の M シリーズこれは 600V650V においてモーターコントロールソリューションに最適なラインナップになっております 1200VM シリーズ。これもモーター、1200V より大電力のところでのモータードライブに最適なソリューションになっております。さらに 1700V の M シリーズ。これはより 1200V より高いシリーズとして現在量産開始をしております。このモータードライブといったところによる共通するものとして、やはり短絡大量。や、やはりですね、その実際に何か問題が起きた時に対策するための 電力供給をストップするための時間といったものに対する取り組みですね。それがこの4つのシリーズで保証されております。で、それを集積したインテリジェントパワーモジュール、略称 IPM と言われるもののラインナップが以下になります。これは一番やはり小さいところとしてはやはりファンモーター、えー そうですね、エアコンのファンモーターまたはその空気清浄機のファンモーターといった用途からその中電力用途 600W から 1kW といったところではあの洗濯機などの白物家電さらに、えっと、大電力用途になってくるとサーボモーターエアコンの室外機のコンプレッサードライブなどに使われるこれは、えっと、IGBT とゲートドライバーを集積したソリューションになってきます。でこの あ電力に応じて、で、ざまなあパ,パッケージ、えー、または、あの、IGBT、またそれと、その、関流ダイオードを集積したソリューションを ST としては提供させていただいております。で、まず、小型のスリムナノシリーズに関しての紹介をさせていただきます。これは、低電力用のファンモーター用途に最適なシリーズになります。また、 電流定格が大きいところでは8アンペアの電流定格がありますので、これは比較的小さいコンプレッサードライブなどに使われることもあります。あとはロールシャッターなどに使われるアプリケーションもございます。これはパワースイッチング装置としては IGBT の先ほど紹介させていただいたトレンチゲートフィールドストップのみではなくプレーナーの IGBT、あとはモスペットの これは高速のスーパージャンクションモッセットを集積したテクノロジーですけども、それを集積したラインナップを持っています。これはゲートドライバー、またはパワー素子のみではなく、故障保護用のコンパレーター、あとはより高度な電流検出用のオペアンプ、または各フェーズの電流検出用のオープンエミッター構成、さらにブートストラップダイオードを集積しており、また、 相互ロック機能、UVLO などといったさまざまな保護機能も内蔵しています。これはスルーホールタイプのパッケージ、または SMD パッケージによって提供されます。また、あの、入力用のロジック入力に関しては、ストレートリード、また千り端子オプションといったさまざまなパッケージオプションにも対応しております。で次にこれがより電流定格の大きなスリムセカンドシリーズになります。 これは 8A から 35A までの電流定格に対応しています。これはゲートドライバーと IGBT とダイオードを集積したソリューションになります。これに関しては、あとは、あの、スイッチング素子に最適化されたドライブ回路と低い EMI。これはすべて、えーロジ、ハイサイドドライバー、ローサイドドライバー、IGBT、ダイオードといった内蔵素子がすべて ST 内製で作られており、 この組み合わせを最適化して、最適化することにより低い EMI というのを実現しています。さらに熱抵抗を下げるために DBC といった構造を採用しています。さらにこれもブートスラップダイオード集積で、さらに最大接合部温度175度といった IGBT を内蔵していますで。またさらにこれも保護措置が、保護措置保護機能がかなり内蔵されておりまして、 独立スターオープンエミッター出力。で、これは NTC のサーミスターを出席しています。これは一番の発生、熱の発生源である IPM の熱をダイレクトにより正確に検出するための NTC サーミスターが内蔵されるオプションがございます。それに追加して従来から使われているローボーテージ IC にある半導体による温度センサー出力。これは、あの、従来通り内蔵しております。 さらに、交渉保護用のコンパレーター、シャットダウン入力、エラー出力、あとは絶縁定格としては 2000V の RMS を保障しております。で、先ほど少し触れさせていただきました DBC による業界最高水準の熱抵抗のパフォーマンスについて説明させていただきます。これは IGBT およびスーパージャンクションモッセットの両方について適用されるパッケージ構造になります。で、これはですね、えっと、ダイレクトボンドカッパーといった 構造の略,略,略称として、えー、DBC といった単語が用いられておりまして、これは、えー、2つの銅のレイヤーをですね、セラミックによって絶縁させるといったプロセス構造になっております。で、これによって極めて良好な絶縁特性と、極めて良好な熱伝導特性、で、良,良好な放熱特性といったものを実現できる構成になっています。同時に、この、えー、と銅のレイヤーについて、 えっと、この銅のレイヤーにパワー半導体素子をあの接合するんですけども、その接合プロセスを真空ソルダリングを用いておりまして、これにより従来、その熱、熱抵抗を上昇させる原因ともなっていたボイドですね。ボイドを、まあ、業界、業界水準、業界最高水準でボイドを抑制することに成功しております。で、これで一番、 低い熱抵抗のところをですね、スーパージャンクションの15アンペアのモスセットで1.1度パワーワットといった水準を実現しております。で、これが温度検出機能です。これは従来の右側のものは内蔵温度センサーです。これは半導体による内蔵温度センサーになりまして、で、半導体による温度,温度センサーの出力をオペア,アンプにより低倍して 出力するという、これ従来の温度検出センサーを内蔵しております。で、さらに追加で、これはパッケージに NTC オプションを内蔵します。これは NTC は半導体センサーよりも高精度な温度検出ができますので、より高精度で内蔵の発熱源の温度を知りたいといったときには、こういった NTC オプションといったものを採用いただくことも可能になっております。 次により高電力のスリム HP シリーズ。これはサーボモーターだとか、よりハイ、あの、ハイエンドのモータードライブ、うん、自動食器などに使われるソリューションになります。これは 600V50A と 1200V10A のラインナップを提供させていただいております。これも内蔵素子は IGBT のトレンチゲートフィー,ドフィールドストップの IGBT テクノロジー 600V50A と 1200V10A と いったこれも ST 内製の素子を内蔵させていただいております。同様にプロテクション機能については、同様のプロテクション機能、今までの紹介させていただいた、オープンエミタ出力、NTC サーミスター、温度センサーなどは同様に内蔵されております。これも熱抵抗を下げるために DBC、HPS、DBC のより高性能なオプションを採用しています。 これによって熱抵抗は、あの、さらに、えっと、小さい。一度パワーワットといった、あの、50アンペアクラスでは、あの、世界最高水準の、あの、熱抵抗の良好な特性を、実現しております。で、これが、あの、電力損失と効率比較になります。これはよく使われる空調システムにおいての効率比較になりますけれども、これは業界のベンチマークとして、 えー、ボード全体の効率指標を比較させてていいただいております特にやはり、えー、と電力が大きいところにおいてはあのかなりの,あの電力損失を低減することができるようになっていますけれども実際にはやはりその低,低損失の軽負荷のところの効率も良くなっていると言っているのがあのこの表からは読み取れるというふうに考えております。 次により大電力のところでも用いられるシリコンカーバイドのテクノロジーについて紹介いたします。ST はシリコンカーバイドのパイオニアの一社でもあります。ST のシリコンカーバイドの開発の拠点はイタリアのシチリア島のカターニャといったところにございます。これは ST でパワーエレクトロニクスの開発拠点でありまして、これはシリコンカーバイドのみならず、モスセット IGBT、またはゲートドライバーといった一連のパワーマネジメントの製品を 長く開発してきている拠点になります。で、現状で、やはり一番最初は1日のウェアハーから始めまして、で、現在では70以上の特許、580以上の技術、テクノロジーを、あの、搭載させていただいております。ね最初期におきましては CNR、これはイタリアの学術会議、イタリアの国立の学術会議に、 のサポートを受けましてでオンサイト設備を活用しておりますけれども基本的には30年以上にわたるパワー半導体に関するノウハウの集積で ST のシリコンカーバイト開発は行われております。で特筆すべ,すべきところはやはり一番最初からあのエピタクシャル装置これを全て自社内製で行っているといったところが挙げられると思います。これは一番最初にエピタクシャル装置これがあ 最初に入ったものは、あの、先ほど申し上げた CNR といったところだったんですけども、インターナルの、えー、エピタキシャルリアクター。これが、えっと、2003年に、えっと、s t 9に設置されております。そして2004年に、まずはショットキーダイオードから始まりまして、で、MOSFET におきましては、2009年の3月に MOSFET、これは3インチでデモを行っています。で、 2014年、この第1世代のモスセットが量産開始になっていまして、基本的にこの時に、モスセットとしては、シーコンカーバイドのモスセットとしては世界で初めて、モータードライブ用にボディダイオードを使ってもいいといった特性を既に実現して量産されております。そして、第2世代のシーコンカーバイドのモスセット、これが2017年にえっと量産されておりますけれども、これが 車のトラクションインバーター、車載のトラクションインバーターに採用されまして、で、現在に至るシーコンカーバイドのブームの、まあ、一つの、あの、基礎を作ったデバイスと言って良いかと思います。で、現状ではシーコンカーバイドの ST の世代は第3世代です。で、これはさらに、えっと、第1世代、第2世代と比べて、えっと、より電圧のラインナップを増やした、また、単位面積あたりの音抵抗を小さくしたソリューション。 といった目標で開発を続けています。さらに現在、第4世代、第1世代といった開発を続けていますけれども、同時にシリコンカーバイドのウェハープロセス開発だけではなく、シリコンカーバイドのサブストレート、インゴットの内製にも取り組んでおります。で、これは今先ほど少し申し上げました戦略的創造計画の一つとして、まずは一つは、あの、ST は総合半導体企業ですので、 えっと、様々な製品に関して、えっと、投資を行っていますけれども、一つは、まずマイコンの分野の300ミリウェアの生産能力の拡大を行っていますが、もう一つの柱として、ここで申し上げています、ワイドバンドギャップ生産能力。これに非常に注力しております。これは、イタリアのカターニアにありますのは、シリコンカーバイドの生産拠点の拡充。また、ここでは触れませんが、あの、もう一つのワイドバンドギャップ。ギャンについてましては、ツール、フランスで積極的な 生産能力の拡大を計画しております。で、これがシーコンカーバイドの垂直投業戦略の概略になります。今までは、そのシーコンカーバイドのウェハープロセスのみ,のみが100%自社内製だったんですけれども、このシーコンカーバイドの原材料となるインゴット、またサブストレートといったもの、これは今までは他社様から購入させていただいてきたものを ST で内製しようという計画を持っています。 これを今まで購入させていただいた原材料のインゴット、またサブストレートに関して40、40%以上を ST 社内で作ると。で、それ以降のウェアプロセスについては、エピまで含めて100%自社内製といったものは、引き続き生産を継続してまいります。で、その一つの大きな生産能力拡充のキーとなるものが、200ミリウェア、8インチウェアです。SIC は SI、 シーコンと比べて、やはり結晶成長、またサブストレートを作る難易度が高く、今までは6インチ製品が一番大口径でした。で、それについて ST としては、まず一番世界でも、おそらく一番最初のプロセスとして、200ミリウェハー、8インチのウェハーといったものを実現化させようといった方向性で動いております。で、すでにこの統合型 SIC ウェハー工場、 インゴットから最終工程までといった工場は2023年に生産開始をしておりまして、2024年に40%の内製といった目標につきまして、着々と工場の拡張計画を進めております。次にこのシリコンカーバイドを内蔵しました。 応用製品、シリコンカーバイドのパワーモジュール製品について紹介させていただきます。これが ST のシリコンカーバイドを内蔵した ASPAC パ,パワーモジュール製品の概論になります。ここはやはりパワーモジュールですので、先ほどの紹介させていただいた MOSSET IGBT を用いました製品よりもより大電力のレンジになってきます。少ない電力レンジから ASPAC1、ASPAC2、ASPACDMT そして最後にはその AS パックドライブ、これは車載のトラクションインバーター用の、えー、パッケージになりますけどもこういったパッケージ 3kW から 300kW といった2桁違う電力帯に、えー、適用されるようなシリコンカーバイドのモジュールといったラインナップを ST として提供させていただいております。まず エース b ック1 2製品ラインナップといったところで、まあ、基本的に標準の IGBT モジュールとして ST としてあのラインナップさせていただいているソリューションについて解説いたします。これはソルダープレスフィット両方に対応したモジュールになります。で10台の IGBT モジュールといったものは主にモータードライブまたはあのエアコンさらにえっとモーターサーボモーターまた 太陽光といったアプリケーションによく使われるソリューションになりますけれども、これらはそういったアプリケーションに汎用的に対応できるソリューションになります。まずその最初には6パック、そしてコンバータ、インバータ、ブレーキといった構成の IGBT モジュール 1200V25A から 1200V75A のラインナップまで IGBT 標準モジュールとして用意させていただいております。 でそ、そして、次はそのシリコンカーバイドのパワーモジュール、SPAC-1&2 主要アプリケーションとしては、やはり今あ申し上げました、モータードライブ、太陽光発電、無停電停電 UPS、さらに XEV 用の充電スタンドといった用途が考えられております。1200V のシリコンカーバイドのパワーモジュールとしては、以下のラインナップがすでに量産に至っております。これは主に、えー 太陽光発電用の T タイプキャパシタ T タイプ。またはこの、えー、汎用のモジュールである 4, 4パック。これはあーシリコンカンバイドのモスセットを4つ内蔵して 1200V12mΩ といった今までの IGBT では到底できなかったようなあ低音抵抗を実現したソリューションになっております。でそれを用いました、えー、50kW のコンバーター構成の一つの例が以下になります。 一つはその、えー、A2U、左側にある A2U といったタイプの3レベルの T タイプのトポロジーのソリューションになります。で、他にはこの4パック、A1F といったものから始まるパッケージでフルブリッジトポロジーを用いたソリューション。こういった、あの、モジュール構成によりまして、まずアクティブ PFC、さらにはその絶縁の DCDC DC、W や LLC といった構成が可能になります。 で、さらに、で,では、こういったモジュールをどうやって、その、実装する前に検証できるかといったところにおきましても、ST はソリューションとして、ST Power Studio というシミュレーションソフトウェアをよあの用意させていただいております。これは ST の e Design Suites Online で提供さ,されておりまして、今紹介させていただいた Slim IPM シリーズや SPAC Family をサポートした各トポロジーに応じて、 性、えー、的なロードミッションプロファイル、また複数の熱条件設定に対応した、あとは内蔵している、うん、接合部温度解析などにも対応した熱解析シミュレーションソフトウェアになります。なので、ここに、あの、シミュレーションをオンラインで実行することにより、より、おおよその目安といったものが、あの、付けやすくなっているというふうに、えっと、考えております。で、まあ、最近にリリースされた リリース2.0ではですね、PW 変調や多段階シミュレーションでデスクトップ及びモバイル用の GUI の改善といった新しいリリースも最近リリースさせていただいております。で、こういった今までのラインナップ、またシリコンカーバイドのパワーモジュールのリファレンス設計といったところに関して、ではじゃあ実際にどういった例となるようなリファレンス設計があるのかどうかと。 こういったものについて一つ、一部を紹介させていただきます。一つはこの 25kW のデュアルアクティブブリッジのリファレンス設計になります。これは入力電圧が 800V ですので、これはシリコンカーバイドパワーモジュールとしては 1200V を用います。で、出力電圧が 250V から 500V。で、出力電圧は電力は 25kW。この要望に対してピーク効率は98%以上をスイッチング周波数 100kHz の,の スイッチング周波数で、実現しますでこれにの搭載されている主なモジュール製品がですね、先ほど少し紹介させていただきました、s、ASPAC-2 のフルブリッジ製品、またハーフブリッジ製品、またゲートドライバーとしては s t g a p 2 s i s そしてこれをコントロールする頭脳部としては s t m 3 2 G4 といった製品。これは汎用の32ビットマイコンですけどもあの、こちらを用いてフルで提供させていただいているリファレンスデザインがございます。でこの簡単なキット構成になります。で、これはこのリファレンスデザインに入っている提案のハードウェア構成になります。で、これには ASPAC2、あの、これは A2H というのはハーフブリッジ構成。で、ASPAC2 と言っていも A2F。これはフルブリッジ構成の製品。 になります。これをいくつかのリファレンスデザインと、あの、組み合わせて用いることにより、25kW の DAB といった構成を実現しております。で、これが一つの例です。電力変換効率の例になります。これはバス電圧が 800V、スイッチング周波数が 100kHz、出力電流が 60A、出力電圧は 440V の電圧制御になります。 で,で、放熱条件としてはヒートシンク、またファンといったものの,あの使用を想定しています。以上をもって解説の方を終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。